泣かぬなら泣くまで待とう。ホトトギス。今話題の大河ドラマ徳川家康を表現した有名な歌、辛抱強い忍耐の人というイメージですが、歴史の裏側に詳しい歴史家賀来耕三さんによると、家康という人は怒鳴り上げるわ、まあ机叩いてわめくわというタイプですね。もうね、ドタン気ですね。なんと実はキレキャラだった。バーッと切れることでこう成功した武将とかってこれまでいるんですかね。まずいませんね。切れるカーッとなってしまいますとね、人はついてこないんですよ最終的に。まず失敗すると思いますね。短気で切れやすい性格を抑えて天下統一、江戸幕府を開いた家康。それから420年、声を荒らげて怒鳴るのはもってのほか、ちょっと叱るだけでもパワハラと言われかねない。怒る感情そのものが出しづらい何でもハラスメント時代に、いつからか胸の奥にしまわれ始めた怒りの感情、実際心では怒っても笑って対応した経験を持つ人が8割超えというデータも。でも本音はなんか人からこう言われたらちょっとイラッとしやすくて、彼氏とかどう待ち合わせだとなんで遅れてくんだよって思ったりとか、結構イラッとしやすいかもしれない。うざいものはうざいんでイラってきちゃいますね。感情出ちゃうしょうがないんじゃないですか。誰でもイラッとしますね。怒りを感じない人なんていない。発散せず我慢することだけが本当に正しいのか、ということで今日は、切れたらダメなの？怒りの感情の必要性について。大人になってから相手に対して怒る人って大抵自分の感情がコントロールできない人なんですよね。いくら怒っても得することないよっていう、怒って得することって多分人生でほぼないんですよね。怒る、切れる否定派の論破王ひろゆき。対するは、髪の毛7センチも切ったのに彼氏が気づいてくれない、裸じゃないからわからないとか言われた。裸じゃないからわからないってやばくない？お前その一言必要だったって感じなんだけど、どういうことって。私のこと生殖しか見てないと、ぶち切れた方がいいと思う。それはバカだと思う本当に。うん、ムカついたら怒って当然、ぶち切れだって上等。口喧嘩最強ギャルミリちゃむ。さらに、今この瞬間だよバケンバー。もういいだろ、いい加減しろよ。家康と同じくキレキャラで芸能界を上り詰めたカンニング竹山。そして元ホストクラブオーナーでキレる重要性を説く異色カウンセラーまで、これでもかと濃すぎるメンバーで怒る、キレるについて真面目に議論します。はい、ひろゆきさんには後ほど伺うとしまして、竹山さん どう思ってるんですかね。何をどう思ってるんですかね。世の中社会生活においてキレる人は相手にされないよ。俺は芸として漫才からそういうのをやったのはなぜかというと、キレるということはみんながバカにしてるんですよどっかで。その段階でもう社会からはみんな、あ、関係ない、これとダメだと思うんですよ。でそれを切れることによってナンセンスになるんですよ。だからそれが、まあ、笑わせ方もちょっといろいろ技術はあるけど、はい、だからそれが切れ芸という笑いになったんですよ。漫才でなんで切れてんのっていうところの、それだから笑いになるわけで、世の中の社会生活においては切れるとダメだし、アベプラなんか何回もあったでしょ。いろんな人が来て感情論になっちゃって、はい、お前どうだこうだって言った瞬間からその人、あ、この人ダメだってなるでしょ、視聴者も議論してる方も、はい、だから切れるということはどうしようもなく、社会生活は どうにもならないことですよ、うん、なるほどね。そういう風に捉えながらのお笑いにしていたっていうね。それはナンセンスね。面白いな、あの切れるおじさんって、電車とかで切れてるの見ながらね、はい、そうですね、はい、そうした意味でもね、まあ、怒ったりですね、切れたりすること、まあ、どういう場面だったら
場合によっては必要なのかみたいなことも含めて、ね、考えていければというふうに思います。ではゲストをご紹介いたします、怒る切れるは日常茶飯事口喧嘩最強ギャルの異名を取るエッグモデルのミリチャムさんです。ミリチャムさんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、日本人はもっと怒るべきと切れなさすぎだと主張されていますリアライフカウンセラーの、藤本茂之さんです。藤本さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、ありがとうございます。早速ですけども、みーちゃむさんとひろゆきさん、はい、なんだかね別の番組でちょっとこう、はい、一度ありましたね。はい、どういう話だった、どういう話、その時はもうなんか初っ端から喧嘩しろみたいな感じで、やらせてもらいましたね。それは制作に言われたんでしょ。まあ、そんな感じです。だからその時点で喧嘩しろって言われる。俺もそんなのよく発注あるけど、はい、それ言われてる時点で、なるほど、通常ではありえないことを起こってやってくれっていうコントなんですよ。要は。そうか。はい、だけれどもみーちゃんさんは現実的にはね、それがある種受けて、はい、怒ってほしいみたいなことはあるわけですよね。そうですね、うん、ちょいちょいありますね、やっぱり、はい、うん、ひろゆきさんどうですか、怒ること どう思いますか。まあ、その赤ちゃんとか子供って感情コントロールできないんですけど、大人はそれができるようになるんですよね、うん、でたまにその年取っても感情がコントロールできない人が、その自分の感情がコントロールできないっていうのを自己正当化するために怒る方がいいんだみたいなことを言い出して周りから惹かれるっていうのが、でそれが許されるのって基本イケメンか美人だけなんですよ、うん、要はその怒ってたとしてもこの人は価値があるからついてった方がいいよねっていうので、うん、優しい人がついていくだけで、うん、ブサイクとかがすり言ったら周りから誰もいなくなるだけなんですよね。なるほど。ですから、まあ、ひろゆき論ということで言いますと、怒って得をすることは人生でほとんどないと、それから、まあ、すぐ切れる人は心の中で見下せばいいみたいな話をしているということですね。はい、さあミリチャムさんはどう思いますか、はい、こういう意見に対して。どう、まあでもあれじゃないですか、なんて言うんですかね、そのコントロールするってやっぱ難しい部分もあると思うし、心の中で見下すって一生貯めとくってことですよね、うん、きつくね。多分ミリちゃんさんその怒り方、はいはい、切れ方が上手だからとっても、ね、受けてるんだと思うんですけど、まあ、どういうことを意識されてますか。でも、うん、その何ですかね、どういうことを意識、やっぱそのはっきり言うのもあるんですけど、うん、一旦向こうの意見聞くっていうのはやってます。あ、そうです、私は、うんうん、うん、おそらくその痛快なんだと思うんですね、見てる人、あの竹山さんのゲーム、そうだと思うんですよ、うん、そこってなんだろうっていうことだと思うんですけど、うん、ご自身の中でね、なんですかね、まあ、やっぱ自分だけがおかしいって思うことだったら私は言わないです、はい、周りが何人か思うんだったらじゃあ言おうとはなります。うん、うん、なるほど、はい、そして藤本さんにも同じことを伺いますけども、藤本さんはどういう時はその、まあ、怒ってもいいとかでね、どういうふうにお考えですいらっしゃいますか。僕の怒りと、切れるということの重要性を説いている場面というのは、理不尽な目に遭わされたりとか、心ない第三者の侵略搾取から身を守るために起こる切れるということはすごく重要だと思います、はい、なぜなら同じ日本人なのに一定数日本語が通じない人っていうのが存在していて、そういう人たちは話し合って分かってもらおうとしてもやっぱり無理なんですよね、うん、なのでその場合はこいつ怒らせたらまずいとか、こいつ敵に回すと厄介だなと思わせて、やっぱり怒る切れるっていうことがやっぱり重要になってくるっていうのはあるんですよね、うん、はい、ですからそこがなんかどうぞひろゆきさん、いや僕がその中学時代とか高校時代に本当に野蛮な人たちがいたので、あの怒る演技をするのが重要なんですよね、うん、こいつ、うん、これ以上やると切れるからめんどくせえからちょっかいかけるのやめようとかっていうので、なので演技としての切れるは割とテクニックとしては重要だと思うんですけど、でも別にあの藤本さんガチ切れはしてないですよね、怒ったふりしてるだけですよね。まあそうですね、あのガチ切れの場合はもう感情的にわーってこう言ってしまうっていう人とかやっぱりいらっしゃるとは思うんですけれども、でもこっちがもう怒りをあらわにしてますよという冷静なトーンで、あこの人マジで怒ってるんやな、これ以上ちょっとやばいかもなって思わすことはすごく重要やなと思ってます、はい、その上で言うとどうですか、怒り方切れ方のコツみたいなものって何かありますか。あ僕ですか、はい、藤本さんお願いします。すいません、はい、そうですね、相手に分かってもらいたいときはやはり感情的になって言ってしまうと、どうしてもその怒ってる人の話っていうのはやっぱり聞きたくないって思ってる人の方が多いと思うので、できるだけ感情を抑えて冷静に言うっていう必要があります。
でもそれでも相手が分かってくれない場合はやっぱりちょっと声を荒げる、それで伝わるっていうことも実際よくあるので、まあ、例えば、まあ、世の中のね奥さんが旦那さんにちょっとこれやめてよとか、ちょっとこういう風にしてよっていう風に言っても全然直してくれない、で最終的にブチ切れてあなたもういい加減にしてよみたいな感じで言ったらようやくそこで直すみたいなとか、まあ、結構あったりするので、なので最終的にブチ切れるっていう手段を持っておいた方がいいとは僕は思ってます。はい、どうですか今画面、あどうぞひろゆきさんどうぞ。そのなんか説得の手段として冷静に言うとか強めに言うとか飴をあげるとか で無知として怒りを表すっていうのはその手段として持ってた方がいいって話で、その感情的に切れたからそれ全ってなんかバーンって出しちゃっていいっていう話じゃないってことでいいんですよね。そうですね、はいはい、あの画面に出てましたけれども、揉める覚悟で分かり合おうとしないとそれから穏やかに言うのは無意味、はい、感情任せに思いっきりブチ切れる、大丈夫ですかこれ大丈夫かな大丈夫かな藤本さんどうぞ。はい、これは、ですね、理不尽な相手、これが先ほど僕がお話しした日本語が通じない人、まあ、例えば職場のその上司だったりすごいパワハラをしてくる人だったりとか、であとはその彼氏とか配偶者だったりとか、でそういう人たちに対して何度も話し合って冷静にこちらが話しかけてるにもかかわらず向こうが逆に感情的になってきたり論点をずらしてきたりとか、であとはもうむちゃくちゃなことを言ってきたりとかした場合はもう徹底的にやり合うっていうことも必要になってくるんですよね。でその場合もう冷静に話しても分かってもらえないということですから、もうこの場合はもうバトルモードに切り替えて揉める覚悟を持つっていうことで、穏やかに言っても相手はもう全然分かってくれないし理解もしてくれようとしないから、もうその時はもう思いっきりブチ切れていいと思います。実際僕のところに来られたクライアントさんたちで最終的にこのブチ切れるっていう手段を持って自分の立場を良くしたって人は何人もいらっしゃるの で結構やっぱり多くの人が怒っちゃダメ切れちゃダメっていう風に思ってるので、なのでやっぱりこういう場面では僕は怒る切れるっていうことは必要なのかなっていう風に思ってます。これはちょっとあれですね、そこが多分藤本さんが段階として言ってるというのが多分必要で、じゃあブチ切れていいんだっつっていきなりブチ切れて離婚みたいなのっていっぱいあると思うんですよね。それはありますね、あくまで相手のここが良くないよねとはちゃんと説明しました、で論理的にも分かってるはずなのに理解してない、じゃあ最後は切れるというのを見せましょうって話で、なんか感情任せにいつでもぶち切れたら OK です、この人たちはうまくいきますみたいな話じゃないと思うので、多分そこが端折られてるのかなと思います、うん、確かにね。竹山さんどうぞ。いやそれだから藤本さんの今の例で言うといろいろあってやり取りあってそのミスのこの繰り返しがあったらそれは最終的に起こるよねっていうことが第三者から見ても分かる構図ではないと、うん、それはダメだと思うんですよね、うん、ただ最終で早めに怒れば解決するってなると、怒った人は解決すると思ってるけど、怒られた人は別に解決はしてないわけ で逆に言うとお前の方こそパワハラだっていうのはあったりするわけ で、うんうん、で世の中の流れとしたらそういうことをやめようよという流れになってるわけでしょ、はい、だからこうみんなこうグッと我慢してるわけでしょ。そうですね、だからそれをもうやめよう、もう怒っていこうよって言ったらいろんなまた罪が起こってくるよっていう、おっしゃる通りですね。ですからまあ切れ方というよりここまで来ると喧嘩の仕方というかね、うんうん、そこまでもう行かざるを得ない時にどうするかみたいな話にはなってくるのかもしれませんね、はい、みりちゃむさんどう思いますか。いやなんか聞いてて世間体気にしてねってすごい思っちゃってなんだろう、そのやっぱりその切れるなんか順番っていうか、その切れ方がみんな自然にできれば別にパワハラとかそんななんないと思うんですよ。別にパワハラだってその言い方だったり伝え方とかの問題だから、まあなんかもうちょっと変えればいいだけじゃないとは思っちゃいますね自分的には。どういう意味ですか。だとそのなんだそのやっぱそうパワハラとか言われるのってやっぱその言い方だったりいきなりそのブチって言っちゃうのだったりなんで、そのさっき言ってたように、うん、段階踏めるようにすればいいんじゃないかなって私は思って。ミシャルさんの思うその上手な切れ方ってこうどういう、ね、上手な切れ方もう、ですね、本当にだまあ一旦相手の意見も本当聞くんですよ。聞いてからこっちもそれに対して自分だけの感情をわって言うんじゃなくて、うん、相手の意見を踏まえた上でじゃあそれはこうこうこうなんじゃないっていうのを言ってあげないと相手も納得しないかなと思うんで、うん、私はそういうやり方をしてます、ね、でもそれは自分の考えじゃない。はいはいはい、はい、自分は違うと思ってるから相手のこと、うんうん、あのこの人間違ってると思うから、はいはい、だから自分は怒る。でそれで共感する人も何人もいる、はいはいはい、でも自分がこの人違うと思う人に共感してる人も世の中にいる人もいるじゃん、はい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 、
分かる？分かります。でそうってなるとやっぱりそれその感情論でただ言っちゃっただけになっちゃうから、うん、物事の解決しないというかそう思わない？あ自分は気持ちいいよ、まあ、思い切り言ってやったから。そうですよね、でほらほら見てみろで私が正しいでしょってなるわけよ。だったら向こうも言い返してくればいいんじゃないですか。でも言い返せない人もいるわけじゃん。よく言うよ、だから喧嘩する、例えばさ、はいはい、例えば子供が学校で喧嘩する、ね、泣いて帰る、うん、やられてる、うん、だから親だったらね、まあ、俺も昔よく言われたけどやり返してこいと、うん、お前が言わねえからダメなんだよと、うん、やってこい男だったらみたいなことよく言われる、はいはい、で俺だからやったりもしたけどそれを言っちゃうと苦しむ子たちもいるじゃんっていうのの世の中になってるから、だからそれをどう解決していこうかっていう世の中じゃない。そっか、難しいな。僕はもう全然怒れない人で、むしろ怒ることが僕はもうストレスすぎて怒ってる自分がすごい自分が嫌いなの。そうだから全然僕怒らせる自信ありますよ絶対怒らない大丈夫王さん優しいから な, でもな。藤本さんが手を挙げてた、どうぞ。はい、ミニちゃんさんが怒られる時って、まあ、そのイライラする相手とか怒りたい相手の人が周りに迷惑をかけてる時とかそういうことが多かったりしないですか？あ、そうですね、そっちの方が多いですね私の場合は。あ、やっぱ自分だけじゃなくてもありますだとしたらそれは、あ、いいですか、はい、なるほど、はい、あのだとしたら多分それは正論を言って気持ちよくなってるんじゃなくて、多分親がしつけなかったことで周りの人が大人になってからその人の行いで迷惑してることを代わりに代弁して言ってるっていうことになるから、むしろ言いづらいことを言ってるっていうことになるんじゃないのかなと思うんですよね。正当な怒りっていうかね。そうですね、うん、いう部分がある。あのみーちゃむさん自身では、はいはい、そのご自身の怒りとか切れてるところが何なぜ受けてるのかっていうのはどう思うんだろう。皆さん痛快で、ね、見てくださってて、あ、でもすごいって、そうですね、うん、よくそのコメント欄とかでも言われるのは、うん、理不尽じゃなくて正論ぶちかましてるからめっちゃいいみたいなのは言われることが多いです、ね、なるほどね、はい、うん、逆にプライベートで怒ったりしますか？プライベートは彼氏とかに対してはめちゃめちゃ怒る、はい、その怒ってる自分は全然ストレスとかじゃないんだ。特にないですね、私の場合はその溜めて溜めてっていう方がストレスなんで、そのもう思った瞬間に伝えちゃった方がいろいろ解決するしどっちも楽じゃんっていう考え。溜め込まない、自分は溜め込まない、ぶつけた方がいい。宮沢さんどうぞ。私はなんか怒りと怒るっていうのと別物だと思ってるんですよ。怒りっていうのは私にとっては原動力になるし、みんないろんな場面で理不尽だったり抑圧されてたりで怒りを感じるところはあると思うんですけど、怒るっていうのはひろゆきさんがおっしゃるように何も得しないし何も生まないし、怒ってる人同士の団結力は強まりますよ、うん、そう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 、こう怒るよねってあるあるだよねとか言って、多分そこを彼氏の怒るポイントだよねとか、そうそうこういう差別あるよねって怒ってる人たち同士で盛り上がることには役に立つと思うんですけど、それで解決何もしなくて、じゃあその怒りを怒るっていう方向じゃなくて他の共感を呼べる方法でどう吐き出せるのかっていうのを考えることがすごく重要だなと。でこれを言うとよくそれを当事者に発言する人がいて、そうすると例えばそれがマイクロアグレッションって言われる、その発言発信の方法を変えなきゃいけないっていうふうな批判としてよくないって言われるんですけれども、同時に考えなきゃいけないのが怒らざるを得ない状況の人もいる、吐き出す場所が他にない人だったり心に余裕がない人だったりとか、私とかね、もしかしたらローズさんとか怒らないようにできてる人は何らかこう恵まれてるところがもしかしたらあるのかなと、心の安全性があったりとか何か他の吐き口があったりとか、でもそれができない環境の人もいるっていうところを覚えておくことも大事かなとは思ってます。なるほど、はい、ひろゆきさんどうですか？いや、怒りの感情って結構大事で、怒りとコンプレックスって似た部分があって、その負の感情があってそれがエネルギーになって見返してやるぜって言ってすごい動く人がいて、日本の男性経営者の成功例にチビとかデブとかハゲ多いんですよ。イケメン高身長ほとんどいないんですよ。イケメン高身長だと幸せだからそんなエネルギーなくて、やっぱりコンプレックスある人の方がその負のエネルギーで活躍できるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。あ、エネルギーに変えるっていうことですね。だけれども、ね、岩田さんおっしゃったみたいに吐き出せない人たちの思いも受け止めなきゃいけないよねっていうのはすごく大事なんでしょうね。どうですか、アンガーマネジメントって言葉があってね、カッと来てもすぐ言わないっていうか6秒数えましょうみたいなありますよね、抑えるとかね、うん、だけども場合によっては怒ってもいいとこもあるよねっていうのがね、
まあ、お二人のご指摘だったりもするんだろうなということだと思うんですけれども、まあ、そうしたものをですね、どう、まあ、力に変えていくのかみたいなことも考えていきたいと思うんですけれども、まあ、デモみたいなことも一つ、はいはい、ね、怒りを表現する場だと思うんですよね。こういうことをどう考えますかっていうことも考えていきたい。ひろゆきさんどうですか、まあ、フランスでもね、大規模な年金デモがあったりしましたけども、どう見てますか。いやでもピリ、ミリチャムさんが怒るのってむしろ正義感な気がしたんですよね、今話聞いてる限り、うん、で割とそのフランスのデモの人たちも結構正義感なんですよ。いやその引退する高齢者の人の年金減るのかわいそうでしょって若い人たちが思うから、それが怒りになってデモにぶつけるっていうので、なので正義感に対する感情というのは割と社会を変えるべきだってうまい方向に行くと思うんですよ、うん、でもそのなんかあいつムカつくから殴りてえみたいな怒りとは多分全然違うんじゃないかなと思うんですけど、うん、ミリチャムさんどう。そうですね、だその仕事仲間とかに対してはそっちの正義感の方が強いかもしれないんですけど、まあ、やっぱ何ですかね、関係が近くなればなるほどその自分の感情でバーってぶつけることはやっぱ増えるかなと思いますね、うん、いうことですね、はいはい、まあ、デモというのはね、その、まあ、選挙とか以外である意味では合法的に怒りを表現する場っていうことだと思うんですけども、竹山さんどういうふうに思いますか。あ、いやだからそれはだから社会のルールにのっとった、うん、いや怒り方でしょうね、うん、やっぱデモの自由も認められてるし、でやっぱり世の中に対する不満とか怒りはやっぱり人は誰しもあるわけで、うん、じゃあそれをどうするかってなると暴力使うわけにはいかないわけで、だからじゃあみんなでまた同じ共感できる人と集まってみんなで大声出して訴えようという、そしてそうやって社会を変えていこうというやり方だから、うん、それが社会では一応ルールですよってなってるからそうなりますよね。で僕もじゃあ全くお芝居でわわわわ怒ってるのかって言ったらそうじゃなくて、どっか自分の中にそういう感情はあるわけですよね、うんうん、だから、わーって言った時に人より自然に聞こえるわけですよ、うんうん、それがお芝居だとしてもね、はい、でところが僕も長年の人生の中で、うん、若い子とかも結構預かってきました今まで、うん、付き人だったり運転手だったりして、で僕もこのこいつの先ほど藤本さんが日本語聞けない連中って言ってましたけど、僕もずっとそう思ってました。でいろんなこと何回言ったら分かんだお前とか、お前何やってんだとか、お前人の財布からいくら盗んでんだとか、もうそういっぱいあった、そういうことだからうわーっと怒ってた、めちゃくちゃ。でも結局何人もいるけど、今もう今誰も預かってないけど、トータルで言うと結構みんな僕が怒った子たちは心に傷をやっぱ抱えてたよね。あ、そうですか。やっぱりどこかあの時本当は嫌でしたとか、あの時怒られた時全然楽しくない日々でしたとか、あ、なる、でもお前があれ悪かったじゃん、いやそうですけどっていう、だからそれは後に聞くと、あ、違うやり方もあったかなとか思ったりしますよね。あ、そうですか。で今逆にプライベートでは感情論で怒らなくなった、それは仕事では言うけどね、でそうするとなんかね周りとうまくいくような気がする、なんとなく、より後輩とかとも、うん、でもだいぶおじさんになればだいぶ我慢できるから、うん、だからまあ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 ってなるけど、うん、でそうするとよりなんかいろんな人と仲良くなってるような気はしますね。だから僕も普通ちょっと気が短いって言葉でいいのかな、はい、気が短い方だからいろいろグラッて言っちゃってたから、はい、うん、だからその意味では怒るとか怒るっていうことは、そのデメリットで言うとやっぱり関係が悪くなるっていうのは一つにすごく大きな要素としてあると思うんですよね。だからこそバラエティで言うところの僕もそうだったけども、はい、それを思いっきりやることが、うん、お前どうたらこうたらって言い争いやってこう言うとか、論破するとか、うん、要は感情でわーっていうのが周りは気持ちよかった、よく言ってくれたとか言って、でバラエティが成立するんでそれって、うん、けど社会だとそうやってる人はめちゃくちゃバカにしてくる、もう言わないけどみんな小馬鹿にしてきてっていうのが社会だから。今のにつながって私ひろゆきさんにお伺いしたいことがあるんですけど、まあ、さっき怒らせるのが上手って自分でもおっしゃってましたけど、はい、その怒るっていうのはデメリットだらけっていうことはもうおっしゃっていて、怒らせてデメリットが生まれてでもわーってなるっていう今のバラエティとして成立するものが、まあ、ある部分もあると思うんですけど、日常ってどうなんですか。ひろゆきさん日常でもこんな感じなんですか。日常はほぼ喋らないで内向的なゲームをしてパソコンを開いてる少年ですよ、はい、でただ性格が悪いので怒ってる人見るのはめちゃくちゃ好きなんですよね。それは相手になのでこういうエンタメとして怒らせて、うん、あ面白いってなってる。面白い趣味ですね、うん、怒ることについてのひろゆき論もう一ついくと、お前のためだというね、あなたのためですよっていう怒り、これは 99% 嘘だというのがひろゆき論ですね。これどういうことですか。いやまあ僕その小学校の時ほぼ毎日怒られてて、うん、でも何怒られたかほぼ覚えてないんですよ、うんうん、でそのどちらかというとなんかやらかした時に悲しんでるからこういうこと二度とやめてねって言われた方が割と覚えてるんですよ、はい、
なので怒るっていうので相手にちゃんと情報が伝わるかというと実は伝わらないことの方が多いんじゃないかなと思って。なるほど、自分の不満の方が大きいっていうね、相手のためと言いつつっていうところはあるんだろうと。だけれどもやっぱり竹山さんが そこまでね、コントロールできて自由自在に操ってやってこられたのに、それでもなおやっぱりデメリットもあるよっていう。コントロールするのはあれですよ、表向きですよ、うん、表向きだけどやっぱり裏では勝手に僕の正義感でこの子の教育のためにとか、預かってるから教育のためにとか、この子が間違ってるからということで感情論でめちゃくちゃ車の後ろから怒鳴ったりとか、もう何ともしてた。もう今下手したら正直言うともうパワハラで訴えられても、まあまあこっちは正当性があると思ってるけど、時代が違ったりがねあるからけど、で後にまたもうそういう付き人とかの関係じゃなくて飲んだりするとやっぱみんなちょっと本当は嫌だったとか、あの時苦しかったとか、だもしかしたらそれをやらなかったらこの子もっと伸びたかもしれないとか、今反省面が結構ある。だから竹山さんがその講師にわたって切れることとか怒りを体現してこられた方が言うこの諸刃の剣感っていうのはものすごくちょっとなんか教訓としてそれは僕が感じてることね、ね、他はまた別かもしれないけど、だからやっぱり難しいってことですね、使うのがね、そうですね、だから難しいものだから、バラエティ番組とかお笑い番組でうわって怒ったりすることがナンセンスだから、ちょっと笑いに変えやすいっていう、盛り上がりやすい。本当のプライベートで使うっていうのは、藤本さんがおっしゃるようにどうしてもそれしかないと、段階もあるしっていう、もう本当に喧嘩するしかない時、最後の最後でもそれやった後のケアももちろんやっぱりいると思うし、はい、みちゃんさんですか。そうですね、でやっぱりその段階とかも必要だと思うけど、結局この人はどういう言い方をすれば大丈夫なんだっていうそのセーフラインっていうか、そういうのも分かった上でどういう言い方で人によって変えていかないと、それはパワハラみたいになるし、怒鳴っても、まあ、そのなんだろう、大丈夫な人じゃないけど、そういう人もいるっていうか、そういう人もいるわけだし、そうじゃないと伝わらない人ももちろんいるし、だ普通に淡々と言った方がいい人もいるし、そういう見極めはマジで大丈夫です。なるほど、みーちゃむさんってね、もう言ってみればマスに対して、ね、発信されてるけども、まあね、その細やかな心遣いがあるよっていうのはね、すごく大事なの。まあでもその言う時はもう嫌われるのはもう分かってて言います、本当。なるほど、そこは思い切っていくっていうところもあるよね。思い切っていかないともう無理だなと思って、はい、さあ藤本さんいかがでしょうか。ここまでいろいろ話してきましたが、いかがでしょう。そうですね、僕がその怒る切れるっていうのを、その相手をどの相手を選んでやるかって言ったら、自分より目上の人もしくは同等の人で、時代的にどうしても自分よりその立場が下の人に怒ったり切れてしまうと、これはもうパワハラになっちゃうと思うんですよね。なるほど、それもありますね。こちらに正当性があったとしても、はい、そこはもう相手がパワハラやって言われたらそうなっちゃうんで、なので竹山さんがこう言われてたような、やっぱりそのこう上下関係ね、立場があったりするとそうか、つながる、相手もよく見極めろってことですね。ありがとうございます。ひろゆきさん最後どうぞ。いや本当おっしゃる通りで、その自分より立場が上とか同等の人に対しては確かに怒るっていうのは結構いいカードなんですよね、なのでカードとしては持っといて、なるべく使わないっていう方が人生いいんじゃないかなと思います。そうですね、結論から言うとやっぱり竹山さんが言うようによっぽどでない限りはね、そうね、それが一応社会のルールで、みんなが良くするためには、そのために話し合いとか議論があるんだよ、はい、でしょ。でも境遇も含めてね、岩田さんおっしゃるようにやっぱり怒りでしか表現できない部分もあるよっていうね、そこも大事だったんだろうなというふうに、でも怒りよりハグされたい、はい、それも最後に押さえておきたいと思います。それいいかもね、はい、ミーシャムさんと藤本さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。